Thank you.
15年前か。最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的侵攻作戦。この一手でモードナの銀類港を抑えることでエオルゼア併合を確かなものとするはずだった。だが上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ。そして現出せし源流ミドガルズオルム。相打つ形で仕留めたもののアグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。エオルゼア、偽りの神が長領跋扈する昇魂の地。二度にわたり帝国の攻勢を跳ねのけし忌まわしき地。かくしてエオルゼア侵攻は停滞し、奴のような俗物の台頭を許すこととなった。そしてメテオ計画ですら第七霊災なる最悪を引き起こしただけに終わり、支配構造は何一つ変わっておらん。不条、不定、不足、この世界はあまりに狂っている。救わねばならぬ。我々が愚かな民を未来へと導く正しき支配と導きこそがこの地に平定をもたらすのだ。ガイウス閣下の御心のままに。先日の閲兵式でも言っていただろう。大きな作戦があるんだってよ。でもよ、カルテノンの戦いから5年、本国は俺たちを放置してきたんだぜ。今更何をやろうっていうのさ。ガイウス閣下のご意向に疑問でもあるのか。お前どこの生まれなんだ。ダルマツカであります。自分はアラミ語であります。コードネームはハミングウェイ。ふん、やっぱりな。ケース58、パラメキア情報機関からの報告の通りだぜ。草だ、片付けとけ。血もきれいにしとくんだ。技術が上だってことを思い知らせてやんよ、ガーロンド。